こんにちは。明石医師会の安尾です。今回は脳梗塞の予防についてお話しさせていただきます。国の統計による死亡原因を見てください。脳血管障害による死亡数は、がん、心疾患、肺炎に次いで第4位で、年々人数は減ってきています。このように脳血管障害で亡くなることが減ってきていることは、一人一人の健康に対する意識の高まりや、医療の進歩によるところが大きいと考えます。しかし、違った見方をすると、重度の脳梗塞で、従来なら救えなかった命を救うことができるようになりました。結果として、寝たきりになることも多くなります。統計で肺炎による死亡数が増えていることも考え合わせると、医療の進歩により寝たきりになり、後に肺炎などで死亡することが増えていることも考えられます。脳血管障害で寝たきりになりやすいというデータがあります。厚生労働省が行っている国民生活基本調査のデータをご覧ください。介護保険で用いられる介護必要度を表す分類で、介護を受けることになった原因の第3位までを見てみると、すべての階層で脳血管障害があります。要介護5に認定される方は、多くの介護や援助を要する寝たきりや寝たきり状態に近い方と置き換え、その原因を見てみます。要介護5のうち、およそ3割の人は脳血管障害が原因です。今回は脳血管障害の中でも脳梗塞に絞ってお話をいたします。脳梗塞を起こす危険因子はいろいろあります。血圧やコレステロール、糖尿病、タバコやお酒、脱水は脳梗塞の危険因子と言われますが、実際はどれぐらいの影響があるのか、最近の研究を交えてお話しします。最大の危険因子は高血圧と考えられます。血圧が160の90以上の人は、それ以下の人と比較し、脳梗塞を 3.1 倍起こしやすく、高齢者の方では収縮期血圧を下げることにより、脳梗塞や脳出血を 30% 減らすことができるというデータもあります。目標の血圧は、家庭血圧が重要です。前期高齢者で130の85以下で、後期高齢者は145の85ですが、糖尿病や慢性の腎障害、脳の血管障害があれば、年齢に関係なくさらに厳しい血圧管理が必要になります。目標の値は病院や薬局でもらう血圧手帳にも書かれています。コレステロールも脳梗塞の発症には大いに関係があります。コレステロールは大きく2つに分けられます。動脈硬化を起こすと言われる LDL 悪玉コレステロールと、動脈硬化を改善すると言われる善玉コレステロールがあります。LDL コレステロールと HDL コレステロールを合わせた数に、中性脂肪の数の5分の1を加えたものが総コレステロールとなります。総コレステロールが高いと脳梗塞を起こしやすいというデータがあります。動脈硬化を起こす LDL コレステロールが高いと脳梗塞を起こしやすいデータもあります。また、HDL コレステロールが少ないほど脳梗塞を起こしやすいというデータもあります。コレステロール値を下げる薬を一般的にスタチンと呼びます。週刊誌で筋肉を壊す薬として批判されましたが、脳梗塞の予防には非常に有効です。糖尿病は脳梗塞の危険因子で、2から4倍の危険性があると言われます。意外なことに、厳格な血圧コントロールは脳梗塞の発症率に影響を与えなかったというデータもあります。しかし、決して糖尿病を治療しなくてよいというわけではありません。タバコは肺がんや肺気腫などの肺の病気を起こすことはよく知られた事実です。タバコと脳梗塞の関係について興味深いデータがあります。男性では脳梗塞やくも膜下出血を起こしやすく危険因子とされていますが、女性ではくも膜下出血の確率を上げますが、脳梗塞の危険因子ではありません。男性か女性かによってこれは差があるようです。喫煙本数が多くなるほど脳梗塞や脳出血を含めた脳卒中の発症率は高くなります。2、3年禁煙すればその危険性は低下すると報告されています。飲酒と脳梗塞の関係について多くのデータがあります。少量から中等量の飲酒では脳梗塞の発症率が下がり、大量の飲酒では血圧が上昇し、脳梗塞の危険性が増えるとの報告があります。ビールなら中ジョッキ1杯、
約 500ml、日本酒なら約1合が適量と言われています。個人差もありますが、夏が飲みすぎは悪く、飲まない日も必要です。夏になると脱水に注意するように言われます。しかし脱水のはっきりした定義がないため、脱水が脳梗塞を起こすという根拠はありません。実際脳梗塞は夏に多いことから、動脈硬化が強く血管が狭くなっている場合に、脱水により血液がドロドロになると血液が固まりやすく脳梗塞を起こすものと考えられます。不整脈の一つである心房細動は重症脳梗塞を起こす可能性があります。脈の乱れがあっても症状がなく気づかないこともあります。心房細動にはいつも脈が乱れている心房細動と、普段は正常で心電図検査では発見できないこともある発作性心房細動というものがあります。自分で脈を触ったり、定期的に心電図検査を受けることで早期に発見し、脳梗塞の予防ができます。脳に血液を送る頸動脈や椎骨動脈が動脈硬化で狭くなっている場合は、形成された血栓やアテロームが剥がれて流れていくと脳梗塞を起こします。日本脳卒中協会が提唱している10か条です。タバコをやめてお酒の量を減らし、食事や運動に気をつけて健康管理を行うことが基本ですが、病気にならなければなかなか努力ができないものです。しかし最初にお話しましたように、脳梗塞は寝たきりになることもある病気です。定期的に健康診断を受け、自分の健康状態を理解しましょう。そして元気で楽しい生活が送れるようにしていきましょう。